俺は31歳パチンカス。昨日もパチンコに負けた。パチンカスの朝は意外と早い。打ちたい台を取るために朝の抽選を受けないといけないからだ。ただベテランパチンカスになってくると逆に朝は起きない。なぜなら全てのパチンコに中毒になっているからだ。打てれば何でもいい。抽選は二流がすることなのだ。よって現在は昼の14時。さすがに寝すぎた。腹減った。何か食い物は、米炊くか。俺の家のものは大概のものが壊れている。炊飯器も例外ではない。メルカリで買ったのがまずかったのかな。となると出番は鍋。10年来の戦友だ、秋田小町。5kg プラス 300g。 ライフで一番お得な米だ。今日は何合炊こうか。とりあえず1合、2合、3合、4合、5合、6合、7合、8合、9合、10合、10合。そしたらしっかり研いでいこう。丁寧に丁寧に。おいしくなあれ、おいしくなあれ。一粒一粒に声をかけてゆく。すべての米に話しかけることができた。みんな美味しくなることに協力してくれるそうだ。そしたら2代目 IH ジェイソウルブラザーに電源を入れてゆく。最初は強火1400W から行ってみよう。大暴れだな。米たちの息吹を感じる。ここからは弱火にしていこう。じっくりコトコト火を入れていこう。パンパンだ。ギチギチに詰まっている。地盛りみたいだな。とんでもない重さだ。3000枚ぐらいあるんじゃないか。蓋がなかなか取れない。勝ち盛りしたメダルが取りづらいのと一緒だな。米たちが喋ってる。そして、綺麗に整列してるな。朝のパチンコの抽選と全く同じだ。そしたら魔法カードオープン。左手に茶碗を、右手にしゃもじを。おこげだ、おこげだ。すごい大きさだな。一人暮らしの俺はこれを独り占め。誰にも渡さない。
ち盛りだ。日本昔話みたいだな。いただきます。うまい。炊きたての米はどんな高級食材よりも勝るな。人は日に米は三合、畳は一畳あれば十分。花の刑事が言ってたな。あいつはミニマリストだったんだな。ただ現在は令和、唐揚げがある。600g、冷凍食材は特売日があって助かる。何個にしようか。2個、3個。やんちゃしすぎたかな。さあお前たち、美しくなって出ておいで。ギトギトの油を身にまとってこい。みやびなワンだな。ギトギトの唐揚げには湯気一択。簡単なんだ。簡単こそ正義。さてさて、美しい姿を見せておくれ。なんと醜い。ブツブツができてる。なんだこれは。木の皿をレンチンするとこんなことになってしまうのか。やってしまった。高かったのに。まだショックだ。一軍の皿だったのに。若くして戦力外通告だ。気を取り直して味噌汁でも眺めよう。一汁一菜、土井善晴ランチの完成だ。すごくスモーキーだ。木の皿にいぶされたのか。これはこれで悪くない。湯気もうまい。到底一人暮らしの男がたどり着けない極地。夢中で食べてしまった、気絶しそうだ。
食事はマラソンだな。ごちそうさまでした。腹いっぱいになった。今日のご飯の期待値は設定2。さすがにひもじかった。冷凍食品に発酵食品、レトルトの味噌汁、もう少しまともな飯が食いたい。あー、新しい皿買わなくちゃな。人稼ぎ行ってくるか。